危険です。どうぞ中へ。来よった。空からの使者が。予言通りだ。これらの品は貴国と我が国との高級なる和平を約束するものであります。ん？ほう、夜の太陽が天に届きし大樹を照らすとき、竜は道を示し聖なる扉は開かれる。いわゆるオボゲルキの伝説ですね。我が国の偉大な経典にある確かな伝承だ。しかし何十年の調査でも
天に届きし大樹などどこにも見当たらなかった。レレレレレレシミ戦はどうですか。ん、今何と。お目にかけましょうか。天に届きし大樹。ペイ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 。おるというのか。本当にどこだ。その前にお願いがあります。王冠事業権というわけか。面白い。いいだろう。その話乗ろうではないか。鈴名はおるか。昨夜突如現れた巨大な浮き船、浮かばなかいちやそちそちちやちちちちちちこいこです。あん時はビカビカっと光ってズズンってきたでしょ。びっくりしちゃったわよね。私ママと言います。どなたか桃から生まれまたこと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 ねこと、ね、映ったバッチリ。テレビに映るなんてすごいこと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 。俺例の浮き船が気になんだが。あれすごかったね。桃には関係ないんじゃないかな。ここは原点に戻って桃がそれよ。桃は川を流れてきたから答えは海にあり。そうか。もう少し見えたこれで調べしてみよう。どの道旅の準備もしなくちゃなんないし、もう少し都にいようよ。せっかくアルバイトしたんだし。違いないな。何なんだ君来たじゃん。気をつけろ。当たっても死にはしねえが気絶するぞ。
れよう。狙いは桃だ。とりあえず人混みに紛れよう。隊長の鈴名、お前はその子の何なのだ。その子との関係は、幼なじみだよな。ただの幼なじみだけど、それがどうしたってんだ。そうだったんだ。国王の勅命で桃殿を迎えに来た。ここで詳しくは話せぬが、お前の国から死者がやってきて同行されよ。桃の国？
異国の使者が探しておるのじゃ。どうやらそちの国から来たらしいぞ。そのことなんですけど、本当に私の国なんでしょうか。うん。ママ。ママ。ママちゃん。ママ。よかったね。ああ、これで旅も終わりかな。ブッチはどうやらその国の姫様のようじゃ。一社にはソチを送り届けると約束したのじゃが、どうじゃ、行ってみるか。はい。立つまでの間、宮中でゆっくりとしておるがよいぞ。はい。お城の中なんて初めてです。ねえ、あっちに綺麗な庭があるんだって、見に行かない？それよっかさ、スポーツ施設も充実してるし、あたしといい汗かいちゃおう。お城の図書館には名物が地図やポンポンがたくさんアップするそうですよ。庭もいいかな。いや、花畑もいいね。忍びの里農家、思い出すね。小さい頃よくプロレスごっこしたっけ。いやいやいや、リしてね。今なら私に勝てるかもよ。それが桃の願いだった。僕は桃の願いを叶えてあげたくて今まで一緒に旅してきたんだ。でもいざそれが分かると思うと。サルキチ。ごめんなさい、言ってる。またお酒飲んでる。ここ来てからずっとじゃないか。硬いなこと言えないよ。どうして不景気な面して。別に。心配ペンタンってなるんだろう、モモのこと。最初に聞きしますよ。そりゃ心配だけど。でも、きっと贅沢できるし。なこと聞けんじゃねえよ。こんな風に離れ離れになっちまうなんて思わなかったよな。だけどすぐまた戻ってくる。はい、大雨だぞ少年。そうなの？女なんてもんはだな、そばにいていつもチヤホヤしてやんないと男のことなんかすぐ忘れちまうもんなんだよ。話？つまりそういうこと。いやー、キレッとやった。自分の国に帰っちまったら俺やお前のことなんか忘れてもう戻ってこないんじゃないかってこと。そんな、モモに限って。いいけどよ。もしも何もなくなってもお前が桃を守れ。いいか、男と男の約束だ。分かったよ。
の姫君を送るとはいえ、虎の子の空中艦隊を出すなんて。喜んでくれてるよね。私が桃から生まれたわけ、やっとわかるんだもん。私、嬉しいの。うん、桃だった。楽しみだな。なんか変だぞ、主。そんなことはないよ。なんか乾いちゃったね。冷たいものをもらってきてあげる。このままでいいのかな。そうだ、忘れてた。ゴムに渡さなくちゃ。これで僕の気持ちなんだ。しばらくは会えないけど、その前に渡しておこうと思って。だからこれ受け取って。何のことだ。